美味しいんだってそれ。うまいの？うん。うまい。ちょっと俺も一緒で。うまい。いただきます。うまい。本当に本当に本当にもう一口くれ。北海道の大地はなんで俺たちこんなに厳しいんだ。甘いでしょ。味が分かんない。味は分かれよ。だから今いろいろ考えちゃうと俺雪と髪の毛混ぜたくなっちゃうから。いや行こう。なんか1000円カットみたいなの探してたら。行こう行こう。髪の毛と雪混ぜたくなっちゃうから。大丈夫心。いや大丈夫なわけないじゃん。髪とお別れしなきゃいけないんだから。こちらです。いらっしゃい。どんな感じにしましょう。ちょっと、罰ゲームではないんですけど、まさか坊主になると思ってなかったんで、ワックスつけてきちゃった。全然大丈夫です。2回脱色してるんですよ。綺麗ですね。ありがとうございます。いい思い出になったんだよ。北海道で忘れられない一番の思い出になりました。北海道じゃないの？あ、そうなんです。僕らは東京なんですけど。あ、そうかそうか。そうなんですよ。え、じゃあなんでたまたまここ見つけたの？たまたまなの？じゃあここに来たの？いや、本当に今さっきその、うん、まあ今ビンゴの旅っていうのをやってまして、あ、そうなんだ。ビンゴでいろんなとこ行くっていう。へー。宗谷岬で坊主っていうのを引いてしまって、どう考えても宗谷岬まで行けるちょっと時間なくて、48時間ではクリアできない。ということで、じゃあ宗谷岬で坊主はできないから、せめてここで坊主にしておこう。悲しいけど、はい、でも、はい、本当にいい思い出ですね。いや、そうなんですよ、やっぱり。よかった、はい。お疲れ様です。ありがとうございます。はい、どうぞ。ありがとうございます。お疲れ様でした。もういいよ、行きましょう。ジンギスカン食べて丸増やそう。いや、意味はないですけどね。丸増やそう。どうぞ丸増やそう。でもね、まだ、ビンゴっていうのは、ね、14時が期限なんだけど、はい、12時半だからあと1時間半あるからね、うん、はい、一応ビンゴ目指して、はい、スペシャルマスのジンギスカンを埋めたいと思います。やっていきたいと思います。我々のこの活動っていうのは何なんだろうね。気持ちはさ、気持ちは向かってんじゃん。坊主にもしたしさ、うん、大地くんは大地くんで頑張ってくれてるしさ、頑張ってくれてるし、で、一マス埋めようっていうのもさ、ジンギスカンも今から行くんだけど、行くんだけど、もう48時間なっちゃうんだよ。あー、なっちゃう。ジンギスカンをさ、その流れはないのか。中田さんを待ってジンギスカンに行くっていう。ない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 。あいつは大人ない世界であんこ食べてんだから。ない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 。あいこ。まあ、だって。Ha ha ha!